はい、どうも皆さんこんにちは。ピオチキチャンネルオープンネッシュのピオダです。さあ久しぶりにレミリア VS 超弾幕やっていきたいと思います。前回1から6ステージ目までをやっていました。はい、ので今回は7から、まあ、12ステージ目までね、難易度が高くなければいきたいんですけれども、まあどこから難易度が急激に上がるかわからないんでね、とりあえず行ってみましょう。全部壊せ。うえへー、もうなんかプロミネンスみたいな、すごい、もう見るからに威圧感みたいなやつ。壊れない。よっ、壊れた。で、でっかいやつとちっちゃいやつに分かれるっていうわけですか。ほいほいほい、オッケー。あーでも満足しすぎてる。よいしょ、ダブルショットができましたね。ダブルで消滅させられたならばでかい。よし、あと2つ。危ない。ここだ。オッケーです、クリアです。オッケーオッケー、いい感じ。さあ次行きましょう。60秒間耐えろ耐えろ。横から追加が来ますからね、追加物資を思うと絶対にここのところは早いこと倒しておかないとまずいっていうわけですよね。やめてくれよ。 OK、 ナイス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 。怖っ怖っ。うわー、もうちょっとその角度はまずいって。見えないですねこれ。嘘だろ、見えないってのはちょっと困りもんですね。ワンツースリーで分かれた後に一つ目を消して、オッケー。おっ、ちょっとその角度やめてくださいよ。飛ばすのやめて。オッケーオッケーだけどオッケーじゃないんだよな。無理でしょこれ。嘘。さあ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 、60秒間耐えろという無理ゲーに。危ねえ、ここ危ない危ない危ない。どんだけ早く処理できるかの気がしますねこれ。よいしょ、いい感じですけれども、しゃべれないなこれ。でっかいのに紛れるちっちゃいのっていうのが一番やりづらいんですよね。勘弁してくれよっていう。よし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 、いい感じですけれども、これ以上追加しないでくださいよ。端っこに立てこもるしかないですよ。よいしょ、あ、飛んで。よいしょ、セーフ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 。セーフセーフ、オッケーです。勝てた勝てた勝てた。危ない、いやもう本当に危ないですねこれ。はい、じゃあ次レベル9いきましょう。怖い、すでに難易度はやばいですけれどもね。モコさん倒す、ちょ普通に攻撃食らいましたね。さあ前回イグル攻撃を食らうと、ボール放出して逃げましたけども、あーなるほど、なんかそういうクロスみたいな感じで来るのか。うお、ちょちょちょ、やばい、うん、言語が消える。ね、うまいこと消していく。オッケーオッケー、ナイスナイスナイスプレイ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 からの連打。オッケー、ちょ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 、嘘だろ嘘だろ、何をやってるんですか。いや、まあ、復活されても困るっていうのが本音なんですけれども、何回倒せばいいんだろう。実際何回か倒さないといけないわけですよね。危ね、危ない危ない危ない。何回倒すのこれ。もうやばいやばい、雑魚玉が多くなりすぎて。倒したけど倒したけど倒せてないんですね、倒せてないんですね。雑魚玉をちょっと消しに行きましょう。
ちょっとマジかよ、残り15秒とかだぞ。やばい。雑魚的に当たっちまった。雑魚的というか、あれか、普通の弾に。また違った弾幕ゲームですよね、本当に。むしろ動かないのが一番安全策な気がしましたけど、難しい。よいしょ、オッケー。とりあえず消せるものは消しておかないと。身の安全が、あれ、ボタンから手を離しててもたまにボタンがそのまま反応し続けてる時があります。よいしょ、オッケー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 。早いこと倒しておかないと。オッケー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 。ちょ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 、ダメですね、連打すると。連打した分だけ弾が増えてしまって、処理が追いつかないっていうことになってますね。よし、まずは1回で出てきたところを狙いたかった、狙いたかったけど、まあしょうがないとしましょう。処理していきたいところですけれどもね、何回倒せばいいかが分かっていないんで、そこを考えるとちょっと急がざるを得ないっていうのが現状ですよね。さあ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 、今のところが、2回倒した状態なんで、これが3回目って感じですか。よいしょ。厳しいですね。危ない。よいしょ。で、ここをやって連打。周りか、かわされちゃってますね、うまいこと。オッケー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 。ラスト1回であってほしいな。くそ。あとちょっとだった。そこだよねっていう。危ない。オッケー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 。2つが1つにまとまっている。出てくるから、そこを殴る。で、増えすぎてるから、一回もお父さんから離れて、周りの雑魚玉を消しにかかる。オッケー、もお父さんに当たったけど、まあそこはいいとしよう。で、残り47秒。この位置、操作のやつと、かぶって見えない。よいしょ、オッケー。はあ、増えたな。喋れない。残り10秒くらい。これはもう攻撃に転じるしかない。クリア、クリア、クリア、クリア。マジか。ああ、疲れた。やっとクリアですが、もう、マジですか。レベル9ですよ、まだ。嘘でしょ。もうちょっと、今回はここまでにしましょう。多分カットしてるんで、そんなに目立ってる、なんか、ね、失敗パートを数回乗っけてるとは思いますけれども、実際今やってた時間あれですからね、40分ぐらいやってますからね、ステージ9だけ。いやー、僕自身が下手なのもあったり、なんか集中力が途切れたりしてた時もありますけれども、いくらなんでもやばい。まあ40分はいいんですよ、別に。昔ね、ボスにたどり着くまでに1時間半ぐらいかかったゲームとか普通にやってたんで、まあはい、17時間くらいやってた時もあったんで、40分はいいですけれども、半分で40分っていうね、まだステージ全体の半分なんですよね。あれしかないですね。はい、ということで、じゃあ今回はここまでとしておきましょうか。
次回多分12までになっちゃうんですかね。そんな感じになると思います。いやいや、どんなものが来るのか楽しみ反面恐ろしさ反面って感じですね。はい、ということでここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。